それでは続きまして、チャットで、活動家の雨宮かりんさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、雨宮かりんです。ちょっとおとなしくね、日曜日、土曜日20日、北海道に行ってきました。戦争させない北海道大集会、5500人が集まりました。すごい人たちでした、本当に。で、私北海道出身なんですね。で、北海道でやっぱり感じたのは、自衛隊と距離が近いので、イラクに最初に派遣されたのは自衛隊の旭川の部隊です。で、私はそこから近い、もうすぐ近くの旭川というところ出身で、そこにも自衛隊の駐屯地があって、だから私の家族、弟の友達や母親の知り合いの人なんかも自衛隊に入っていて、その人たちがイラクに派遣されたという話をたくさん聞きました。なので今回の話って本当に近い、多分東京よりも北海道とかその自衛隊の基地とか駐屯地があるところの話が近くて、その時にたまたま行った時に北海道新聞に載ってた記事は、自分が死んだら、自衛隊の人のインタビュー記事、40代の子供がいて、結婚していて、子供が2人ぐらいいて、自分が海外に派遣されて死んだら、その場合は子供が成人するまでにどれぐらいの保障が受けられるのか、そういうことを教えてほしいというような、そんなインタビュー記事があって、私は本当に本当にこれはすごくショックを受けました。安倍政権の特徴っていうのは、当事者の話を一切聞かないというのが特徴だと思うんですね。今の労働者派遣法もそうだし、生活保護の引き下げというのも安倍政権になって安倍さんが真っ先に手をつけたことですけれども、一人の当事者の話も聞いてない。もちろん今回の候補生だって自衛隊の人の話だが当然聞いていないけれども、まあ、これは一般、もし一般の雇用契約、一般の労働の問題に照らし合わせて考えたら、勤務地や勤務内容とか、そういう雇用契約の一方的な不利益変更でありえない話なんですよね。しかもその職務の内容は死ねと言っている、絶対に自分は危険なところに行かないような権力者たちから死ねと言われるような、そんな崩壊という、そんなこの整理、人殺しをしてこい、お前も死んでこいというようなことがまかり通っている、こんなことは絶対に許されちゃいけないと思います。なので本当に私たちはたくさん声を上げていかなくてはいけないし、あとアメリカの機関兵の人なんかと話をすると、やっぱり今回の安保法制もすごく懸念をしていて、結局イラク戦争とかで生まれたのは大量の PTSD の人たち、だから社会が壊れていくんですよね。そういう一部の人を徹底的に、命を奪ったり、体に障害を負わせたり、心に障害を負わせたりすると、社会全体が壊れていく、そのきっかけに絶対になってしまう。しかもイラク、アフガンに行った帰還した200万人の兵士のうち50万人が PTSD で苦しんで精神的な障害を負っていて、毎年250人が自殺しているということが今のアメリカの実態なわけです。イラク戦争からかなりの時間が経っても、どん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 そういう人たちが増え続けていて、モラルインジャリーという良心の傷という新しい病気も発見されて、これがなかなか治療が難しい。なぜなら軍の病院では間違った戦争で兵士が傷ついて病気になっていることを認めたがらないので、治療法はお前はヒーローだ、お前はヒーローだということを言い続けることらしいです。そんなおぞましいことがまかり通っていて、しかもそんなお前はヒーローだって言われて治るわけがないので、どんどん復活していく、そういうことをこのせっかく政治本腰を入れたので、この数年自殺者が3万人を割っている日本で、またというか、また違う形で自殺者を増やして、心を破壊されるような人たちを増やすようなことをしようとしている。もう本当にだから安倍政権で徹底的に命を軽んじるという一点では、もう全ての政策が、原発もそうですよね、共通していると思います。とにかくこんなことは絶対に許してはいけない。
この97日間で私たちはできる限りのことを、とにかくできる限りできるだけの人が国会に集まったりだとか、いろんな人に呼びかけたりだとか、いろんなデモに参加したりだとか、国会議員の人たちに呼びかけたりだとか、そんなことをして何としてでも止めたいと思いますので、一緒に力を合わせて頑張りましょう。ありがとうございました。